今日は山梨県にある富士川クラフトパーク内にあるカヌー体験ができるところに家族で遊びに来ています。こんな感じで今上から撮影していますが、ここでカヌー体験をさせてもらえるみたいですね。駐車場は上の方にあって、この階段をずっと降りていきます。それでは行ってみようと思います。今階段を降りて下の方に降りてきました。カヌー体験初めてなので、今アドバイスを受けながらやっています。練習をしています。カヌーはこんな感じでいっぱいありますね。さあ上手にできるのでしょうか。とても楽しみです。進み始めました。大丈夫。俺飯食ったらすぐ乗るから、すぐ飯食ってすぐ乗るから練習しといて。もうすぐ乗るから飯。あ、うまいうまいうまい。子供たちがカヌーの練習をしているときに、親は日の当たらないこのテントの中で買ってきたお弁当を今から食べようと思います。こちらも今買ってきたお弁当を食べながら、子供たちが練習しているのを一生懸命見ながら日陰で涼んでます。ここはいいですよ。ビールもあれば最高だよね。早い早い。だいぶ慣れてきた。おー。わあすごい。ボールいっぱい持ってるじゃん。バレた。バレた。こうシュートするのシュート。やっぱりあのぐらいのスピードで取るの。シオン君早い。
あんずも混ざって。お、入った入った。もうちょっとお兄さんたちが本格的に。すごい速さすごい速さ早い早いな。おーすごいすごい。見た？あすごい。よっしゃあ、すごい。すごい。ちびっこにも大人気。